皆さん、こんにちは。ビオラダガンバの愛原由紀です。ぜひ、私と一緒にビオラダガンバを弾いていきましょう。えっと、今日はですね、左手の話に入りたいと思います。左手は、指板 で、こう、音程を作るのに使いますね。それでですね、ヴィオラダガンバはフレットが貼ってあります。このフレットは、あの、ガット弦でできてるんですね。で、演奏して、こう、消耗したガット弦をフレットに使うこともありますし、あと、フレット用のガット弦っていうのもあって、それは多分、楽器に貼るには、ちょっとあの、クオリティが落ちるものをフレット用に使うっていうことなんだと思います。 よろしければ楽器屋さんにお問い合わせしてみてください。それでですね、あのフレットは使ってるうちにどんどんこう押さえてるところが消耗してしまうので、こうそこから切れてしまうんですね。で、映像会中に切れたりすると本当に大変なので、そろそろかなと思ったら取り替えるっていうようなことをしてます。消耗品だと思ってください。そして指なんですけれども、 あの、フレットの真上を押さえるっていうことは私たちはやってなくって、際ですね。ちょっとこう真上ではなくて、際を押さえてます。それは理由があって、指のこう腹の肉っていうのは、フレットよりもずっと柔らかいんですね。で、こう弦があって、フレットと指の肉で挟んで弦を止めてしまうと、 どうしてもそこだけその濁った音になるっていうか、柔らかい分だけしっかり止められることができないんです。しっかり止められないんです。なので、少しこう、際を押えると、純粋にフレットだけで弦を止めるっていうことになるので、綺麗な音、澄んだ音が出るんですね。そこはあの大切なことなので、意識していただきたいと思います。 でこれ、バサガンバなんですけれども、バスガンバの場合、原則として、一つの区間を一つの指が担当するっていうことになります。で、この間隔が半音になります。で、ちょうど親指がですね、中指の裏に来てます。これはポジション移動した時にも変わらないので、覚えておいてください。 指番号が1、2、3、4です。ピアノと違います。ここが1です。で、親指は裏に来るので使わないので4までなんですけれども、あの、0があって、0は開放弦です。で、ここを1つ開けて、1つずつ指を配置した。これがファーストポジションになります。では次回からは実際に 指板に指を置いて、で、引いて解説してみたいと思います。お楽しみに。東京の世田谷で2010年からレッスンをしています。ホームページと詳細は概要欄に載せます。ご覧ください。それではまた。